聖十字架礼拝堂の復活造礼拝堂、スコーグスシルコゴーデンは、スウェーデンの首都ストックホルム郊外にある共同墓地。設計コンセプトと造形には、ナショナルロマンティシズムから北欧新古典主義を経て、成熟した近代建築へと到達した同国の建築潮流の変遷が反映されている。スコーグスシルコゴーデンは、ストックホルム南部のアンシェーダを敷地として、 1914年から1915年にかけて行われた新しい墓地の設計コンペ、ストックホルム南墓地国際コンペティションの結果として生まれた。同国で初めて仮想を前提とした総裁城と墓地が計画されたことでも知られている。当時まだ無名であった若き建築家、グンナール・アスプルンドとシー・イーグルド、レベレンツの共同応募案が一等に選ばれ、二人が 設計者として指名された。敷地は松の木が生い茂った古い砂利の採石場であった。コンペの結果が発表されてから、この土地の主要施設である森の仮想場が1940年に竣工するまで25年間という異例の長期間にわたり、設計と施行が続けられた。彼ら二人の建築家にとって事実上のメジャーデビュー作であり、 特に1930年代半ば以降に森の仮想場を一人で担当することになったアスプルンドにとっては春工まで見届けた最後の作品となったアスプルンドにとってこの墓地は誰もが認める彼の代表作であり建築家としての生涯をこの作品に捧げたアスプルンドの死後はレベレンツがランドスケープの設計を引き継いだが彼らの死後も墓地の工事は現在まで 断続的に続けられている。1994年にユネスコの世界遺産に登録された。20世紀以降の建築作品としては、世界で最も早い登録であった。タラムパビリオンでは、墓地に関する展示が見られるほか、これを手掛けた二人の建築家についての展示を見ることができる。スコーグスシュルコゴーデンの建築史上における、主な意義は、以下の通り、 1.20世紀前半の建築潮流が次々に変化した時期に設計されたにもかかわらず、今日に及んでも古さを感じさせない時代を超越したデザインを確立したこと。2. 単に効率よく葬儀や仮葬を行うことができる機能的な解決にとどまらず、葬儀に参列する遺族の真相心理にまで踏み込んだ建築計画となっていること。3. 北欧人にとって精神的な故郷といえる森へ帰っていく人間の運命を直感的に悟らせるような建築表現を実現したこと。特に3は進歩主義が前世時代だった20世紀前半において自然の一部として生きるべき人間の摂理を表現した建築作品として現代の環境問題を先取りするかのような意識の次元に いち早く到達したことが高く評価できる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。